皆さんこんにちは、あおりチャンネルです。今日はクレヨンしんちゃん不思議なつぶにょろ2を作っていきたいと思います。それでは開けていきます。こちらはこのビーカー、専用ビーカーが入っているんですけども、そちらのビーカーが3個あるらしいんですけども、私はこちらのクレヨンしんちゃんが出ました。意外に可愛くて、プラスチックかな、プラスチックのビーカーです。これ作り終わった後にもなんか遊べそうですね。こことかになんか入ってますね。そして入っているものが、まずスポイト、結構長いですね、先がスポイト、輪ゴムで留められているんですけども、ピンク色のこちらのやつは試験液 A の素だそうです。こちらは試験液 B の素です。こんな感じですね。用意するものがあります。用意するものは飲料水、まあ水ですね。そしてコップ、そしてスプーンです。手とか汚れちゃうかもしれないので、こちらのタオルを用意した方がいいと思います。こうやって手拭けます。それでは早速作っていきます。こちらのビーカーに 50cc 水を入れます。40と60の間の線のところまで水を入れます。それでは水を入れていきます。こんな感じです。こんな感じで入れられます。お家のコップに試験液 A の素を入れます。それではね、入れていきたいと思います。こちらこうやってやらないと粉が上まで来てるのでバッてなっちゃうので、この辺は注意してください。ハサミで切った方がうまく切れると思います。こんな感じでピンク色ですね。それでは入れていきましょう。匂いはですね、いちごの香りがします。すごいいい匂いですね。こちらの水を 10cc ぐらいこの中に入れてよくかき混ぜます。それではスプーンでかき混ぜていきます。硬いですね、意外に。初め結構、初めは硬かったんですけども、混ぜるとですね、なんかどんどんゼリーみたいになっていきますね。すごいいちごの香りがします。こんな感じで、こんな感じになりますね。よくかき混ぜ終わったら、またまたこちらの水を 10cc くらい入れていきます。入れたのでかき混ぜていきます。なんか次はですね、スプーンにね、すごいさっき固まったやつがねくっついてきますね。結構ドロドロですね。結構周りについてしまうので、そこら辺を取って拭きながらやった方がいいと思います。ドロドロになりましたね。はい、こんな感じでですね、結構ドロドロになりました。結構水と組み合わさった感じのドロドロの感じです。そしたらまたまたこの水を 10cc 入れていきます。これは本当に慎重にやらなきゃ。多分結構ドロドロになってきます。ドロドロですね。なんか一番初めにやったのは一瞬で固まったんですけども、なんかすっごいドロドロです。こんな感じになりました。またまた 10cc
酒入れていきます。あとはもう最後ですね、全部入れちゃいます。そしてかき混ぜます。こちらで A 液の完成です。またビーカーに 100cc 水を入れてください。結構多めですのでこぼさないように気をつけてください。試験液 B の素をこの中にある粉を全部入れてください。それでもさっきみたいに粉が落ちないようにしてください。こうやってハサミで切る方がいいと思います。これはですね、何この匂いなんだろう。なんでかき氷のシロップの匂いがしますね。それではビーカーに入れていきます。全部入れてください。すごい匂いがします。そしたらスプーンでかき混ぜます。よくかき混ぜてください。こちら下の方に粉が溜まっちゃってるので、こちらをよくかき混ぜた方がいいと思います。 A の素をスポイトで吸います。B の中にこちらのスポイトを垂らしていきます。それでは垂らしていきます。ダマがこう薄いので見えなかったら本当すいません。白い紙を敷いてみました。それではもう一回やっていきましょう。なんかすごいね、すぐ固まります。入れたらですね、作るとき落ちてくるのがすごい綺麗です。こちらのスポイトをここを長押しするとですね、なんとニョロニョロニョロって出てくるそうなので、ちょっとやっていきたいと思います。いきます。うん、今見えましたか？なんかすっごいギョロ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 って。ちょっともう一回やってみますね。すぐ下に降りちゃうので見てください。いきます。キュー、そんなドロドロ。溢れそうです。それではいただきます。うまい。つぶつぶの感触とかが美味しいんですけども、あと飲むとかき氷溶けた味がしますね。このね、つぶつぶがね美味しいです。こちらですね、つぶつぶを食べるとですね、なんかイクラを食べてる感触がします。それではちょっと下の方がちょっと取れないので、スプーンでちょっとすくって食べていきたいと思います。それではいただきます。じゃあ食べていきます。ラーメン食べてるみたいです。つぶつぶで美味しいです。やっぱりいちごの味ですね。これは今回はこちらを作ってみました。私こういうお菓子系作るのが結構久しぶりだったんですけども、すごいね、こんなの入ってるんだなって
びっくりしました。そしてね、なんかたまにお菓子作りとか大変な時があるんですけど、こちら簡単ですごく美味しいのでいいと思いました。こちらのビーカーはですね、洗ったらなんか入れられそうですね。すごく可愛いし、あとこちら3色あるそうなんですけど、私はクレヨンしんちゃんが出たんですけども、他にもあります。実験っぽくてすごく楽しかったです。食材やお菓子、皆さんおすすめのがぜひあったらコメントに書いて教えてください。よろしくお願いします。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。